あとみんな本当に、なんか期待に応えられなくて申し訳ないけど、ラウンジ1時以降やってねえから、なんかみんなの期待ほどいけてない。俺はなんか浮気がバレた時に、いや、俺はラウンジ上だよって言うとしてたから泳がしてたけど、ごめん、期待に応えられない。う頑張って行こうとはしてんだけど、最近ちょっと行けない。忙しくて。なんとか頑張る。週2、3では行くように頑張る。てか、やってるところも多分あるだろうけど、探せば。 リスクが高すぎるな。なんかあった時にさ、法律違反を犯してるわけじゃん。マリファラやってるのと一緒じゃん、感覚的に。さすがにいけん。いや、キャバクラも1時までだよ、基本。全部。ガールズバーってどうなんだろうね。接客してないから別に1時以降もやってんのかなバーか。飲むとこなんてさ、バーぐらいじゃないあ、 ガールズバーはオッケーなんだ。俺ガールズバー死ぬほど好きじゃないからね。いや、新宿とかも今、本当にやってないよ。一時以降。加藤さん、僕がバイトしたキャバクラは5時まで異様営業してました。もう異表営業、営業を言うとるやん。表では営業してないように見せて朝まで開けてるとこへ,へえ、ダーツバーもダメなのなんで お前嘘つくね。普通に一時以降もやってる。じゃ、やっぱ俺は行ってないだけで別にみんなは行けばいいじゃん。俺は立場があるから行けないだけでさ。別にみんなが、お前ら行くんじゃねえぞなんて言ってねえよ。行けばいいじゃん。関係ねえもん俺に。捕まんねえよ。行け。勝手に。俺が行かねえだけで。<laughs> 芸能人さ、いや、社会人だったら行かねえだろ。<laughs> 行かねえだろ。芸能人とかだったら行ったら別にさ、社会復帰できるけどさ、会社だったらクになるぞ。行かねえだろ。 俺お母さんに約束されてんだ警察のお世話だけでなんじゃねえって